アヤブサは2003年5月9日13時29分25秒に宇宙科学研究所が打ち上げた小惑星探査機で起点はるかに続く MUSES シリーズ3番目の光学実験機である。イオンエンジンの実証試験を行いながら2005年夏にアポロ群の小惑星糸川に到達し、その表面を詳しく観測してサンプル採集を試みた後、 2010年6月13日22時51分60億キロメートルの旅を終え、帰還し大気圏に再突入した。地球重力圏外にある天体の個体表面に着陸してのサンプルリターンに世界で初めて成功した。ハヤブサは2003年5月に内野浦宇宙空間観測所よりミューハイブロケット5号機で打ち上げられ、太陽周回軌道に投入された。 その後、搭載する電気推進で加速し、2004年5月にイオンエンジンを併用した地球スイングバイを行って、2005年9月には小惑星、イトカワとランデブーした。約5ヶ月の小惑星付近滞在中、カメラやレーダーなどによる価格観測を行った。次に探査機本体が自律制御により降下、設置して小惑星表面の試験兵を採集することに、 なっていたその後、地球への帰還軌道に乗り、2007年夏に、資料カプセルの大気圏再突入操作を行って、パラシュートで降下させる計画であったが、降下、設置時の問題に起因する不具合から2005年12月に、重大なトラブルが生じたことにより、期間は2010年に延期された。2010年6月13日、サンプル容器が収められていたカプセルは、 ハヤブサから切り離されてパラシュートによって南オーストラリアのウーメラ砂漠に着陸し翌14日16時8分に回収された。ハヤブサの本体は大気中で燃えて失われた。カプセルは18日に日本に到着し内容物の調査が進められ11月16日に カプセル内から回収された岩石質微粒子の大半が糸川のものと判断したと発表された。小惑星からのサンプルリターン計画は国際的にも例がなかった。この計画は主に工学試験のためのミッションであり、各段階ごとに次のような実験の成果が認められるものである。イオンエンジンによる推進実験イオンエンジンの長期。 連続稼働実験イオンエンジンを併用しての地球スイングバイによる加速操作工学情報を利用した自律的な接近飛行制御と誘導小惑星の化学観測微小重力化の小惑星への着陸および離脱小惑星サンプルの採取サンプル収納カプセルの惑星間軌道から直接大気圏再突入回収地表で小惑星のサンプル入手はやぶさの 地球機関とカプセルの大気圏再突入、カプセルの一般公開、その後の採取物の解析などは日本を中心に社会的な関心を集めた。ハヤブサがミッションを終えてからもブームはしばらく続いた。糸川探査の終了後、JAXA では、ハヤブサ2、o、をミッションとして立案していたが、2011年5月12日、JAXA は、 はやぶさ2を2014年に打ち上げる予定であると発表した。2013年1月30日に JAXA がこれまでに蓄積した膨大なデータを広く一般に公開するための実験の一つとして、はやぶさの API が構築された。この API は多摩美術大学と東京工科大学に公開され、同大学の学生が はやぶさの API を使用したアプリケーション開発を行う。ISES では探査機の名前は関係者同士の協議によって命名されてきた。MUSESC の場合、はやぶさの他にもアトムという有力候補が存在した。この名は、的川康則を中心に組織票が投じられていた案であった。一方、はやぶさは、上杉国則と、 川口淳一郎によって提案され、小惑星のサンプル採取が1秒ほどの着地と離陸の間に行われる様子をハヤブサに見立てた案であった。他にも、ハヤブサの名には、かつて東京から西鹿児島を走った特急ハヤブサや、鹿児島県の地名でもある、ハヤトの面もあった。協議の際に、的側は、最近の科学衛星は、るかとかおとなしい漢字の名前や、 三文字の名前が多いので、濁点も入った勇壮な、早草もいいねと語り、また、アトムは5位の原子から、原子爆弾が連想されるとして却下され、結局、早草が採用された。小惑星の名前が、糸川であることから、戦闘機と宇宙機の両方分野で著名な糸川かは、秀吉に縁の深い戦闘機、 春日なんで命名されたと言われることもあったが、本探査機の打ち上げ日に初めて、ハヤブサという正式名称が発表され、それから3ヶ月後にその目標である、小惑星 1998SF36 が、イットカーと命名されたので、誤解であると、川口は説明している。後続のハヤブサ2と対比して、初代ハヤブサ、初号機といった、レトロニムで呼ばれることもある。 はやぶさのコンセプトアート。サンプラーホーンの形が完成型と大きく異なる。また左下にはキャンセルされた NASA のローバーが描かれている。あとに、はやぶさに至る小惑星サンプルリターン計画の検討は、日本で初めて惑星間空間に到達することになった先駆けの打ち上げが成功理に行われ、水星の打ち上げを控えた1985年6月。 アイセス教授、鶴田光一郎が主催する小惑星サンプルリターン小研究会として始まった。その成果として、翌1986年には1990年代を想定し、科学推進を用いてアモール群に分類される小惑星であるアンテロスを対象とするサンプルリターン構想がまとまる。しかし、要求を満たす能力を持つロケットが存在しないなど、 時期尚早であるとして、プロジェクトの提案はなされなかった。ミューハイブロケット開発を受けて、検討は再開され、1989年秋から1990年春にかけて行われた宇宙理学委員会において、MV2 号機のプロジェクトとして提案された。だが、LUNARA 計画に敗れ、採用されなかった。その後は、ランデブルとホバリングによる、 超接近観測を目的とした光学衛星計画に方向性を改めて再検討が進められることになった。1991年1月時点において MUSESCE 計画は光学観測による自立航行、三軸姿勢制御、ターゲットマーカーを用いた自立運用、X 線分析装置と質量を分析機の搭載などが検討されており、 1997年5月に二段式、キックモーターを装備した MV で打ち上げられ、1998年6月にアンテロスに到達するという計画であった。その後も検討は進められ、1995年に小惑星サンプルリターン技術実験探査機として宇宙工学委員会で選定、1995年8月に宇宙開発委員会が承認し、 正式にプロジェクトが開始された。小惑星サンプルリターン計画と並行して水星サンプルリターン計画の検討も行われていた。1987年のハワイにおける ISY 会議の席上で低価格な水星サンプルリターン計画、サッカーの検討をジェット推進研究所と ISES IS との合同で開始することが決定された。MV による打ち上げや マリナーマーク2計画のクラフトの連携を視野に入れたデルタロケットの使用も検討され、1992年のディスカバリー計画ワークショップにおいて提案されるが採用されなかった。その後、1994年にアイセスは MUSESCE 計画に注力することを決定、サッカー計画から外れる。その後、JPL によって検討を続けられたこの計画は、 スターダストとしてディスカバリー計画に採用された。小惑星糸川の起動1994年に本格化した計画当初、目的地の小惑星はネレウスであった。しかしミューファイブロケットで打ち上げ可能な探査機の能力から見て、ネレウスへ向かうことが難しいと判断され、第2候補である 1989ML という小惑星に変更された。 しかし2000年2月10日のミューファイブロケット4号機の打ち上げが失敗2002年初頭に予定されていた打ち上げ計画が延期となって 1989ML へ向かうことができなくなったその結果 1998SF36 が3つ目の候補として浮上目的地として決定することになったはやぶさ命名3ヶ月後の2003年8月 目的地の小惑星 1998SF36 は日本の宇宙開発の父、糸川秀夫にちなんで糸川と命名された。糸川は中島飛行機出身であり、設計に参加した飛行機としては戦闘機旬が著名であるが、戦術の通りこれが小惑星の名前の由来となったわけではない。第61回国際宇宙会議で展示された。 はやぶさの模型、はやぶさの、推進システムアイスの構成概略1、キセノンタンク2、流量制御部3、マイクロ波、電源4、中脇5、イオンエンジン、ミュー16、スクリーン7、アクセル8、ディセルアイス中脇内での反応概略キセノン原子は、マイクロ波加熱によって、プラズマ化され、静電化を持つキセノンイオンと電子に電離する。キセノンイオンのほとんどは、 壁面から電子を受け取り、再びキセノン原子となって、同じサイクルを繰り返す。生み出された電子は、開口部より外部に流れ出る。図ではマイクロ波による、加熱の仕組みは省かれている。イオン生成チャンバー内での、反応外略キセノン原子はマイクロ波加熱によって、プラズマ化され、静電化を持つキセノンイオンと電子に電離する。生み出されたキセノンイオンは、 グリッドの穴を通って外部に流れ出るが、巧妙に配置された3層のグリッドを通過する間に、電位勾配によって 30km 毎秒ほどまで加速される。電子は静電荷の壁面に引き寄せられ、やがて壁を通って直流電源部に戻ってきた電子の流れは中脇へと送られる。図ではマイクロ波による加熱の仕組みは省かれている。3枚のグリッドスクリーン。 アクセル、ディセルホンエンジンは燃料としてキセノンを用いており、イオン生成、静電加速、中和という3段階を経て、キセノンイオンが約 30km 毎秒ほどの加速を受けて、真空の空間のほぼ一定方向へ放射する仕組みになっている。この非イオンの放出による反動が1機あたり8ミリニュートンの低格水力を生む。 推進材の配管系統リレーボックス3台の直流電源から4台のスラスタへ配電する RCS12 機の姿勢制御スラスタの配置太陽電池パドルへの影響を避けて Y 面には付けられていなかった宇宙機でのミッション系に相当する探査機器類は受動的なセンサ系と能動的なサンプル採取関係のものに大きく分けられる センサ系は小惑星への接近時に用いられる、純然たるミッションの誘導用とミッション内容によらず、宇宙空間内での位置や方向などを知るための広報用のものがあり、両方を兼ねるものもある。ミナーバ・ミナーバは当初、ハヤブサへの搭載が予定されていたアメリカ航空宇宙局のローバーがキャンセルされたため、それまでゆっくりと開発されていたものが、 急遽準備された日本の小型ローバーである。プロジェクトマネージャーの川口淳一郎が日本独自の個探査機を搭載することを提案し、開発された。名称はマイケルナノエクスペリメンタルロボットビヒクルフ4アステロイドの略である。カウンターバランスの代わりに搭載することが前提となっており、分離機構を含めた質量を 1kg 以内に 収めることが条件となっていた。NASA の JPL によって MUSESCN の開発が進められていたことから正式なプロジェクトとしては扱われておらず、開発費は技術研究費用から捻出された。民生品や宇宙使用品の廃棄部位の使用、宇宙使用品のメーカーによる無償提供などで開発コストが大幅に削減されている。 当初は、正四面体の頂点に生えた滝のような構造を取り付け、それをモーターで駆動するという方式が考えられたが、駆動部位の露出や消費電力の面で問題があり、最終的には完全密閉の正16角柱形の外形に内部のモーターを駆動してその反力でホップするという方式に決定した。打ち上げ後2年を経て2005年11月12日に、 探査機から分離されたが、分離時に探査機が上昇中であったため、糸川に着陸することはできず、史上最小の人工惑星となった。分離後の状態は良好であり、探査機の太陽電池パネルを撮影したほか、通信可能限界距離を超え通信が途絶するまで18時間に、わたって、データを送信し続けた。MUSESCN MUSESCN は、質量1 キロログラムを目標として開発される予定の小型ーーバーだったこの着陸探査機は n a s a ット推進研究所のディープスペースネットワークを利用する対価として、早草に搭載される予定だったが、重量型と開発費の高騰によって2000年11月3日に開発計画は中止された。カメラや近赤外分光機の搭載を予定していた。はやでは、光学複合工法と、 地形工法が採用されていた。光学複合工法は主に宇宙空間での軌道を決定するためのものであり、地形工法は糸川へ正確に着地するためのものであった。はやぶさはカプセルを分離した後、最後に地球を撮影するミッションを行った。糸川の観測終了後、カメラとその保温ヒーター電源は長時間切られたままで健全性が不明だった。また、 カプセル分離まではそれに適した姿勢に保つ必要があり、分離機構が不調の場合にはカメラを地球に向けての写真撮影はできないと思われていた。しかし、カプセルの切り離しに順調に成功したため、カプセル取り付け面に対して側面にある広角カメラを地球方向に向くよう姿勢を変更した。カプセル分離の反動でふらつく機体の姿勢を イオンエンジンの推進剤の直接噴出と一気だけ残ったリアクションホイールによって立て直し2時間かけて機体を回転させた。そして13日22時2分頃までに地球を5から6枚撮影しデータを地上に送信した。そのほとんどは真っ暗なものでしかなかったが送信の最中に通信が途絶して写真の株が欠けていた最後の1枚の写真が ギリギリで地球の姿を捉えていた。2003年5月9日の打ち上げから7年。姿勢制御用のリアクションホイールは3機中2機、化学燃料スラスタはすべて故障。バッテリーは放電しきっているため、太陽電池パネルが太陽方向からそれると即座に電源弾となる状態。故障したスラスタ同士をつないで復活させた。 イオンエンジンもいつ止まるか分からず、搭載されたコンピュータすらビット反転を起こし始めているという、まさに満身創意の期間であった。実際に使用されることはなかったが、最後のリアクションホイールが故障した場合の対策も用意されていた。メディアを再生する2010年6月13日の大気圏再突入。これにより、ハヤブサは打ち上げから7年。 総移動距離60億キロメートルに及ぶ長い旅を終えた。右下に小さく見えるのがサンプルの入った再突入カプセル。右下に離れて見える光点がカプセル。その後方に見える光点の集まりがハヤブサの本体。6月13日22時51分頃、惑星間軌道から直接秒速12キロメートルの相対軌道速度で、 はやぶさ本体及びカプセルは大気圏再突入した。流星のように輝きながら無数の破片に分解し燃え尽きていく、はやぶさ本体と一筋の光の尾を引いて飛び続ける再突入カプセルは南オーストラリア州においては数十秒間にわたり地上から肉眼でも観測され、満月の倍の明るさに相当するマイナス十三等級の輝きを発し、 人の影が地面に映るほどの明るさとなった。事前の予想では、大気圏再突入時の功績は、最大でマイナス5等級程度と報道されていたが、後の記者会見では、この予想は、はやぶさ本体を含まない、再突入カプセル単体の明るさを指した予想であったと訂正された。22時56分、カプセルからの電波信号が受信され、 パラシュートが開いたことが確認された。カプセルは23時8分頃に着陸したと推定される。着陸予想地点の周囲に展開した方向探索班がビーコンの方向から落下位置を推定し、発熱による赤外線を頼りにヘリコプターによる捜索が行われ、13日23時56分。 再突入直前の予想地点から 1km ほどのウーメラの北西約 200km で目視により発見された。現地の砂漠一帯は先住民アボリジニーの聖地でもあるため14日午前にアボリジニーの代表がヘリで現場を視察し了解を得た後宇宙機構のチームがカプセル回収に向かった。カプセルについている火薬などの危険物が安全な 状態かどうかを調べた後、カプセル回収作業を開始し、約4時間後に回収を完了し、専用のコンテナで現地の拠点施設まで移送された。また、探索されていたヒートシールドも14日14時頃に発見され、翌日に回収された。なおこれ以前にも、日本の宇宙機が自力で、大気圏再突入に耐えた例はいくつかあるが、 回収まで予定通りに成功したのは2003年に回収された USERS 回収カプセル以来7年ぶり2度目。旧 i s セ s が打ち上げた衛星探査機としては初の回収成功となった。大気圏再突入時の最大減速率は 50G 程度で、再突入から約150秒後には秒速数十メートルまでの減速が行われた。 NASA は JAXA などと共同で観測用航空機 DC-8 から19台のカメラで、はやぶさの大気検査突入を撮影した。ハヤブサはやぶさは惑星間航行をしていたので、歴史上2番目の速度で大気検査突入が行われ、カプセルは1万から2万度の高温にさらされた。NASA の支援としてはこの他にディープスペースネットワークによる、はやぶさの追跡支援。 AMS 研究センターの大型加熱風洞を用いた再突入カプセルの耐熱シールド試験があった。カプセルのレプリカ発見されたカプセルは、ウーメラ施設内のクリーンルームで爆発の危険性がある装置と電子回路を取り除いた後、窒素を満たしたポリエチレンの袋に入れた上で内箱に収納。さらに衝撃吸収用のボールを並べた免震箱に入れて熱シールドとともに、 チャーター機で日本に輸送され、17日深夜に羽田空港に到着した。18日2時にトラックで JAXA 相模原キャンパスのキュレーションセンターに搬送された。カプセルは X 線断層設営検査を行うため、一旦 JAXA 調布キャンパス飛行場分室に移送され、検査の結果容器に亀裂などがないことが確認された。昼夜連続で、 カプセルの清掃が行われ、20日にはサンプルコンテナがクリーンチェンバーに導入された。22日にサンプルコンテナが開封され、内部から微量のガスが採取されたが、大部分が地球大気由来の機体であった。24日にはサンプルキャッチャー演出の開封作業に着手した。7月5日、JAXA はカプセル内のサンプルコンテナから肉眼で確認できる。 直径 1mm ほどの微粒子十数個とサンプルキャッチャー衛出の内壁から直径10マイクロメートルほどの微粒子2個を顕微鏡で確認したと発表した。その後、調査範囲を広げるにつれて発見される粒子の数も増えていった。カプセル内の微粒子はマニピュレーターで一粒ずつ。 ガラス容器に移して詳細に検査する予定だったが、事前に行ったリハーサルより粒子が小さく効率が悪かったことから、電子顕微鏡で観察できるサイズのテフロン製ヘラと純窒素チャンバーを開発し、地球大気による汚染を遮断した環境下で容器の壁面をこすって、微粒子を採取するようにしたところ、10マイクロメートル以下の微粒子を約3000個捕獲することができた。 11月16日までに A 室内から回収した微粒子のうち約1500個が岩石室であった。回収された微粒子が地球上で混入したものなのか、い図かは由来なのかはキュレーションセンター内での簡易分析だけでは判断できないと考えられていたが、X 線分光分析の結果、蘇生が地球上の岩石では見られない LL4 から6。 コンドライト隕石の組成と一致した。糸川の観測結果から、糸川は LL コンドライトと近い物質であると推定されていたことから大部分が糸川起源と判断され、11月16日に公表された。12月7日にサンプルキャッチャー B 室を開封した。テフロン製ヘラによる採取では、微粒子がヘラに付着して取れなくなってしまうことから、サンプルキャッチャーをひっくり返して、 振動を与え、合成石英ガラス製の円盤に粒子を落下させる方法が考案され、大きなもので300マイクロメートルを超える粒子を回収することができた。また、ガラス円盤に付着した資料は、静電制御によるマイクロマニピュレーターにより一つずつ拾い集められた。2013年3月15日までに400個ほどの粒子が回収され、元素組成によって、 カテゴリー別に分類され一つずつ保管されている。回収した粒子は初期分析のため各研究機関に配布されたほか、NASA や公募によって決まった各国の研究機関でより詳細な分析を行い、さらに一部のサンプルは分析技術の進歩に期待して保存する予定である。粒子の初期分析は当初予定の8月以降から9月以降、さらに12月以降へと延期され、 ようやく2011年1月21日にスプリングマイナス8で最初の初期分析が始められた。3月にはアメリカで開かれた第42回発惑星科学会議で初期分析の中間報告が発表された。役割を果たした再突入カプセルのヒートシールドやパラシュートなどおよび地上試験用のエンジニアリングモデルは2010年7月末から8月に かけて以下の場所で公開された。一般公開の初日には1万3000人の来場者が詰めかけ、最大で3時間待ちにもなる長蛇の列を作った。その後も引き続き各地で公開されていたが、ヒートシールドは研究解析に供されるため、展示されないこともあった。なお、ヒートシールドの形状は重要機密事項であったらしく、少なくとも、 つくば宇宙センターで見学者に配布された資料ではヒートシールドの輪郭が塗りつぶされていた。主な公開会場2010年7月の相模原キャンパス特別公開を皮切りに、同年11月からは本格的に各地を巡回し、最後の会場の愛知県刈谷市で2012年4月3日をもって全工程を終了した。全69会場で 延べ89万人の来場者数を記録した。これとは別に、再突入カプセルを製作した i h i エアロスペースの工場が、群馬県富岡市にある縁で、同社は2010年10月に実物大レプリカを群馬県に寄贈しており、県内で巡回展示された後に、群馬天文台で2011年1月15日から常設展示されている。 6月13日を銀河連邦が、はやぶさの日に制定し、2012年5月28日に、日本記念日協会から認定を受け登録された。以下の表は、開発、運用、回収サンプル解析に関わった企業を中心に、まとめられた、主な、はやぶさ関連企業の一覧である。 主なハヤブサ関連企業ハヤブサの打ち上げ以前から m u s e s c 後継機の構想はあり、小天体探査フォーラムでは後継機の任務について同じ小惑星族に属する複数の小惑星を探査する案や、スペクトルが基地の地球近傍天体複数を探査する案など多数の案が検討された。2011年5月12日、ハヤブサの改良期、 はやぶさ2が2014年に打ち上げ、地球近傍小惑星リュウグウを探査する計画が発表された。2014年12月3日に打ち上げられ、2018年にリュウグウに到着、2020年に帰還する計画が立案され、計画通りに実行された。はやぶさ2以降については、より大型、高性能なはやぶさマーク2、はやぶさマーク2を ヨーロッパ宇宙機関と共同開発するというマルコポーロなどの構想がある。複数の技術的なトラブルに見舞われ機関を絶望しされつつも、それを乗り越えて地球への帰還を目指す、ハヤブサの予定は多くの日本人に美談として受け止められ共感を呼んだ。天皇誕生日に先立つ2010年12月20日の記者会見で上皇秋人はハヤブサについて次のように述べた。 小惑星探査機、はやぶさが小惑星、いとかわに着陸し、微粒子を持ち帰ったことは誠に喜ばしい今年の快挙でした。一時は、行方不明になるなど数々の故障を克服し、ついに地球に帰還しました。行方不明になっても決して諦めず、様々な工夫を重ね、ついに帰還を果たしたことに深い感動を覚えました。金城天皇、また上皇后は、 早草が大気圏に突入した時のことを和歌に読んだ。そのキロに、己を焼きし、早草の後期化に明るかりしと、皇后、早草に対する関心は、はじめから大きかったわけではない。早草の着陸失敗が非常に大きく取り上げられた。あと、実は着陸していたことが取り上げられた。電波を捉えられなくなり、機関が危ぶまれるようになるとほとんど、報道されないようになった。 マスメディアが関心を失っていく一方、インターネット上ではハヤブサに関する話題の盛り上がりがあり、次第に注目を集めていった。2010年6月13日の地球機関が近づくに、連れてニュースやワイドショーで取り上げられる機会も増え、6月10日には NHK のクローズアップ現代で傷だらけの機関探査機ハヤブサの大公開が放送された。 NHK は、ウーメラに近いグレンダンボに、取材班を送り、大気検査突入の模様を、ハイビジョンで撮影して、翌14日未明から、定時ニュースの冒頭で繰り返し放送したが、NHK 民放各局とも生中継を行わず、NHK 広報局は、ツイッター上で、大気検突入のタイミングには、ちょうど、ワールドカップの試合を放送しているので、 生中継は難しそうですなどと冷静に理解を求めていたのだが、第一報もやや遅れたため、一部では放送局の反応に対する失望の声も上がった。翌日14日の長官各紙は一面トップに写真付けで、ハヤブサ突入の記事を掲載し、民放各局もハヤブサの機関を報道している。またカプセルが着地したオーストラリアでは大きな話題として扱った。 テレビ放送局もあり、台湾やイギリスなどでも報道された。ハヤブサの帰還後は、日本国民の熱狂ぶりや国民的な関心の高さがメディア上でも紹介された。ハヤブサのカプセル帰還成功を受け、6月8日に成立したばかりの官内閣の閣僚たちからは絶賛する発言が相次いだ。これらの発言に対して、読売新聞は鳩山政権下で、 早草ぶ後景気の予算が削減されていたことを指摘し、現金過ぎと民主党政権を批判的に報じた。早草は、星の王子様に会いに行きませんかキャンペーンを実施し、国内外から88万人の署名入りターゲットマーカーを積んでいたことで、10日成功のニュースには多くの励ましのメールが JAXA に届けられた。糸川着陸の際は、管制室のインターネット中継や、 ブログによる実況が行われた。二度目の着陸の際、栄養ドリンク、リポビタン D の空き瓶が、管制室の机にどんどん増えていく様子がブログを通して紹介され、話題になった。後に、ブログの更新担当者のもとには、対象制約関係者からリポビタン D が2カートン、送られたという。JAXA のウェブサイトでは、ミッションの経過を絵本仕立てで紹介した、はやぶさくんの冒険日誌や、 ペーパークラフトなども公開された。2006年、ソユーズプロジェクト名義で活動する音楽家、福間はじめは、はやぶさの地球への無事帰還を願い、スウィンビーという楽曲を自身のウェブサイトで無料配信した。配信後、この曲は、相模原の JAXA 宇宙科学研究本部の一般公開イベントにおいて、はやぶさコーナーの BGM として正式に採用された。 地球機関に向けて最後の軌道修正に入った2010年4月には特設ページが作られプロジェクトマネージャーの川口淳一郎をはじめとする関係者たちのメッセージが掲載されたほかブログやツイッターで状況が報告されたツイッターでは早ヤブくん本人がつぶやいたり赤月くんやイカロスくんと会話することもあったリアルタイムで多くの情報が公開されたことにより ネットでの注目を集め、はやぶさを擬人化したキャラクターや、はやぶさをテーマにした、フラッシュマットムービー、楽曲などが作られた。ファンによるコスプレや実物大模型なども公開されて、ブームを盛り上げた。後日、アスキー主催による、川口淳一郎教授と今回のプロジェクトチームを招いて、今回のミッションについての対談が行われた際、ツイッターの果たした役割に触れ、 またニコニコ動画上の佐田正氏のカカシや宇宙戦艦ヤマトなどをモチーフにしたフラッシュムービー作品についてとてもよくできていて気に入っているという感想を述べて、はやぶさとネットとの親和性は高いと評価した。2010年6月13日の大気検査突入の際には前述のように生中継を行った放送局が皆無であったのに対し、 動画配信サイトでは、現地からのインターネット中継が行われ、ニコニコ生放送に、延べ21万人、JAXA の配信に36万アクセス、和歌山大学の配信に63万アクセスが、殺到し、それぞれ視聴者数が制限されたり回線が、つながりにくくなったりする状況が発生した。ツイッターでも注目を集め、NEC ビッグローブによる統計によれば、 再突入を捉えた動画や画像が公開された頃を中心に10分間あたり最大で2万7000件を上回る発言が早草の話題に費やされた。これは翌日の同時間帯に放送された 2010FIFA ワールドカップ日本対カメルーン戦でゴールを決めた本田圭介に対する10分間あたり最大1万6000件の発言を圧倒的に上回っている。また、 はやぶさが地球に帰還した翌日には、オンライン署名サイトで、はやぶさ通予算増額の単元署名が作成されるなど、関係者以外からも注目が集まっている。はやぶさに対する反響の一環として、プラモデルや書籍、果ては、日本酒といったグッズも、無人探査機を扱った商品としては、例外的な売れ行きを示した。例えば、神道文化教材社から発売されたプラモデルは、 同社における通常のヒット商品と比べて約4から5倍もの受注があり初回製造分が数日で売り切れるほどの反響があったという2009年4月1日にはハヤブサの困難な予定を徐々的に描いたプラネタリウム番組ハヤブサバックトゥーザースマイナスが公開されプラネタリウム番組としては異例の人気があったというハヤブサ バックトゥーザ・アースマイナスは DVD 及び BD でも発売され、好評を博したものの、終盤の映像はあくまで予想に基づく制作だったため、はやぶさの地球機関の後に完全版を求める声が相次ぎ、終盤の映像を事実に基づいた CG 映像と差し替えた、はやぶさ、バックトゥーザ・アース機関バージョンが制作され、各地で上映中であったプラネタリウムでも追事、 期間バージョンへと差し替えられた。はやぶさ期間後には JAXA に発射から映画化のオファーがあり、2011年秋期から2012年春期にかけて、はやぶさを主題とした映画3作が相次いで公開された。日本国内で同じ題材の映画が3作品重なって共作されることは非常に稀なことである。このうち20世紀フォックスの映画、はやぶさ、はやぶさは、 史上初の宇宙試写会という触れ込みで、国際宇宙ステーションに滞在中の宇宙飛行士を対象にした試写会が企画され、2011年7月27日に実施された。映画の他には、映画の原作となった著作や探査機を萌え儀人化した漫画作品などが出版されている。映画映画、はやぶさはるかなる、期間の撮影用に制作されたはやぶさの実物、 大模型。国立科学博物館に寄贈され展示されている。アニメ小説漫画演劇音楽。ありがとうございます。